アウトバーン7はドイツの高速道路アウトバーンの一路線である。北のデンマーク国境フレンスブルク付近から南のオーストリア国境フィュッセン付近まで9 6 2トルの路線を持つ主要道路である。ドイツ全国をその最北端付近から最南端付近まで縦断しドイツの最も長いアウトバーン路線である。デンマークとの国境で起点を置き、 シュレースビヒホルシュタイン州、ハンブルク州、ニーダーザクセン州、ヘッセン州、バイエルン州及びバーデンビュルテンベルク州を経由している。バイエルン州とバーデンビュルテンベルク州の場合、両州の宗教に沿い、それを複数回通過する。ハンブルク付近で A1 と交差し、ニーダーザクセン州の州とハノーファーに行く。そこの付近で最も重要な東西横断路線の 一つである A2 と交差し、同州南部の主要都市のヒルデスハイムとゲッティンゲンを経由した後、ヘッセン州北部に入る。そこでカッセルとフルダを経由して、バイエルン州に入り、ヘッセン州南部にあるラインマイン都市圏をその東側に迂回する。カッセルとフルダの間に、キルヒハイム JCT と発展場補ハ,ハ JCT で、A4 の東部区間の起点と A5 の起点とつながる。 ビュールツブルク付近で A3 とホイヒトバンゲン付近で A6 とウルム付近で A8 と交差する。これによって A7 と交差点を持っていない唯一の一桁ナンバーのアウトバーン路線は A9 である。路線の最南部は主要な観光地域の一つであるアルゴイ地方を縦断する。ノイシュバンシュタイン城があるフィス線を経由し、この名称の最寄りのアウトバーン主要路線である。 オーストリアではアウトバーンではなくて一般道路として続く。ありがとうございます。